はい、田中九十です。今回ですね、ミシックミッションっていうのをやっていくんだけど、この表紙武器ミシックじゃない感強くね？やっぱミシックじゃなさそう。おい、ミシックって名前の謎ミッションか？ミシックじゃねえじゃねえか。なんだこれ。寝よう。思った5倍しょぼかったわ。何回かやるとまあこれが手に入るとすいません、忘れてました存在。3日間、これ当日に8000ポイント、ここまで手に入れられてたんですけど、それに満足して昼寝したら全て忘れてた。このことで思い出した今、3日後。まあでもね、わかんない、実際ミシックかもしれん、ミシックかもしれん。おー、なんか実質ミシックっぽくない？紫だけど。これが通常の AK47 ね。で、ミシックミッションで手に入る AK47。 ん？同じじゃない？これで色が違う、艶が違う、それだけっすね。うん、形マジで同じだわ。うわー、しかも迷彩もさ、正直って感じだよな。いやー、他の人が動画にネタにしてねってことは、そういうことか。3日間誰も動画のネタにしなかったもんな。もうこれはミシックだよ。でもミシックのミッションだから動画のネタにします。悔しいんでね、当日解除したのが。なんか割と3時間4時間ぐらいかけて解除し、記憶があるんで、もうそれすらも忘れかけてますけどね。で、カスタマイズはこれでやっていきます。なんでかっていうと、このカスタマイズをするとエイム弾薬散布会がめっちゃ良くなって、タイトルに書きやすいからです。なんか昔もこれやった記憶あるけど、いや、ミシックミッションなんだよ。これ意外と頼む。意外と朝9時に起きて解除したんだよ。3、4時間かけて。寝て忘れたけどね、存在。ということでどうぞ。ドミネーションハックニーヤー。ミシックミッションのミシックって何なんだろうね。本当に神秘的なみたいな意味だったぞ、ミシックは。ねえ、やめてそれ。ねえねえねえ、1個前の試合がさ、動画撮れなかったことを示唆する、いいことなんだよ。君の善意は素晴らしいんだけど。善意が闇につながる、そういうこともあるな。でも俺がキルで高かった試合は動画になるから、いいねしてほしいね。わがまま小僧。あ、でもこっち側か。こういう、これがマジでね、このエイム弾薬散布会カスタマイズの一番の強みだからね、ガチで。で、これ誰も C 取ってないけど、これはね、素晴らしいです。クソ弱えからな。なんか味方足速くね、気のせいか。なんとなくなんか打ち合って B 行きたいよね。これいけるんじゃない？うわー、これ俺が見なくなった瞬間、これ上から来るやつだ。まあいい、これ俺の犠牲で、なぜかいつもフォーカスされるのは俺なのよ。これで、いや、これ C 取ってもいいと思うけど、 A 取るか。今のうち A 取る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 大作戦しよう。 OK、 これが強みです。このカスタマイズの中距離異常に抜ける。こいつはなかなか いるの。俺です、信じてください、俺なんです。 OK、 これいいんじゃない。これで相手がシートレ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 、オッケー。これレートが低い、強みが出たね。なぜ相手 A 取るんだ。これで待って、 A で湧いてね、 A で湧いてね。ひどすぎるこのゲーム。 C 取ったのかよ。違う、 C 取ったやつを攻めるな。このゲームが悪いんだ、うんちだから。待って、これ行くね、上。これやって、OK、これさすがにやって、いや、これどうしよう、行きたいね A に。味方も来たし行くか。バレてんのかーい。まあ、でもリンゴでしょ勝てるわこれ。リンゴでしょ勝てるわこれ。リンゴ心の底から舐め腐った発言。 OK、 後半だよな正直。ゆっくり行こう、これは。ゆっくりニョキニョキ大作戦よ。いいね。なんで2人来るって、この子バレてんの、こいつ。ディンゴ、いや、ディンゴバカにしたからディンゴ使いにボコられてる。まあでも正直これ後半勝ちだけど、この差だったら。まあ C 守ってりゃいいんじゃない。どうせ後半勝ちよこれ。やって、これはさすがにね、これさすがに負けたら売りなくなっちゃうんで、まあ後半ですよ、これ。A 取りゃ勝ちっすよ、半分ね。俺が A 取ったからみんな行ってくれよな、C に。
やばい、そんな怒らんでも、そんな怒らんでもマジで怒ってる人いるんだけど味方に。まあ楽しくやりましょうよ。そういうこと言うとね、本当に抜けて勝てる試合が、負け決まったら怒ろうぜ。もったいねえ、まだまだ勝ってんだから。やって、いやこの穴1キルしか取れなかった。これやってグレネード、相手好きっすね。グレネード投げの達人と見た。ナイスブラボビーと。これ勝てる試合だからね、あんま怒ってもしゃあない感はある。うわ、このガスグレ使う、うぜえやつだな。これ待つか、来い。いやーダメだこれ、男らしくね、男らしくね、大和魂ねえな相手。俺だったら横から撃つなんて、ひれ、待ってこれ A、 まあ俺はこれ味方めっちゃ B いるから A でいいと思う。これ相手絶対こっち来るから。やって、まあな、怒らんでいいのよこれ。いつ帰るか、来い、こっからな。いやーお前位置が分かってるか。まあいいよ、ここ正直時間かければかけるほどこっちが有利だからね。ここ突破するのが難しい理由はこっち側が一生湧いてくるとこなんだよな。ナイスカバー。え、どっから湧いたん。オッケー、オッケー、これが難しいとこなんだ。ここまで、待って、まあ A 取れねえよ。 A 取ってみなさい。 UAV 落として、これやって B 取られたか。これ地味にちょっとまずいか、地味にちょっとまずいかこれ。まあでももうちょっとゆっくり UAV 落とさんと拠点は絶対取れんから。ほい、これこれ A 来そうじゃね。 OK、 これでなんか謎ジャンプしてる。 B 取ってくれる、待って俺にアナイアレーター任せろ。アナイアレーターの達人って言われてるからね、全く穴いらなかったわ。オッケー、あらららららららあらららら、 B 取らないと、 A 取らないと間に合わないよ。 A 取らないと間に合わないね。でもね UAV で見ちゃうんだわ、これマジで有利なんだよな本当 A 側が。 A 取らないと間に合わないよ。これでいいかな、ぶっちゃけ M 大学散布会の関係上。今さら位置分かったところでどうなの。 B 取って、B 取らんでいいよこれ、今おらんでお前ら。うわー、なんか穴に打ってくる。これが有利拠点です、これが有利拠点ですな、怒らんでいいのよ味方。これだって勝てるの確定してるからね、こっち側陣営。運にシェイシェイ。相手の武器は CBR4 ホルガー KR11、 まあ大体強い武器だよね。まあなぜ勝てたのか、ただ一点こっち側が有利拠点を終盤絶対に取れる側っていうね、運の良さです。みんな全攻積んでくれてありがとうな。一人闇の勢力もいたけど、なんかまあ勝ったから和解したんじゃないということで、今回ねやっていきましたが、まあね AK4 ならね強い、まあ、弱くないんだけど、まあ今回の勝利に限っていうならまああまり寄与してないですね。単純に有利側陣営引けただけという。有利側陣営引けるように皆さん頑張りましょう。そしてミシックの意味は何だったんでしょう。ということでお疲れ様でした。おつ、今回のミシックってさ、ミシック武器って意味のミシックじゃなくて、神秘的なミッションですよって意味のミシックなんかな。